はい。あんまり気が進まないんですけど、これ、蒙タンメン、中本、北極ラーメンですね。これ今、5分経ちまして、ちょっとこれ私の部屋なんですけど、これ初めてですね。汚いので、上半分しか お見せできないんですけども、同じです。エアコンの温度は16度で、サーキュレーターがあるというのが、これダイニングと同じですね。で、今最高にしました。なぜかというと、これがですね、かなりの難敵と言われてるので、蒙古ラーメン、中本、北極ラーメン、極辛オイル。これですね。前回、旨辛麺でえらい目にあったので、これはちょっと入れないで、食べてみたいと思います。ちょっと皆さんね、わかると思うけど、ちょっとね、夜勤明けで、ちょっと一杯こう、芋焼酎の、ウィルキンソン割りを飲んで、なんかこう、締めのラーメンの気分になってますね。で、紅丸がそばにあるもんですから、これセブン&アイホールディングスか、品物なので、よく紅丸でも売ってるんですね。で、激辛ナンバーワンって、ネットの方で書いてあるので、いつか食べようと思ったんだけど、セブンイレブン行くのめんどくさいなと思ったら、紅丸にもあるんですね。ということで、じゃあ、まずは、激辛オイルを入れずに食べてみたいと思います。どうかな、人間ドックで引っかかんねえかな。いいや、入れます。これは私の方がおかしいですね。辛くない。で、辛くないから、もっと食べて半分ぐらいにしてから、激辛オイルを入れます。あれやろうかな。うま辛麺の時にやった、麺に直接かけるっていうやつですね。こういって、ここに直接この激辛オイルを、見ますかね、かけてます。今見えますか？ちょっと赤くなってますね。これをビタビタになるんで、ちょっと挟んで、このオイルを、激辛オイルをかけたものを、直接食べてみたいと思います。大変だな。いや、慣れって怖いですね。旨辛麺の辛さマックス、あれに比べたらもう全然、もう何これっていう感じですね。
もう全部入れちゃいますよね。もう全部。なんかピューって横にいっちゃったけど。あ、これは後で拭きますので。じゃあ、うわ、手まで真っ赤だからちょっとダメだな、これ。じゃあ、まあ、麺に直接かけてね。大したことはないって言ったら、これ、日清さんに申し訳ないんだけど、まあ、ね、スープに混ぜて、まあ、あれですよ。まあ、ちょっと汚い部屋が分かっちゃうんだけど、まあ、こんな色ですよ。真っ赤ですね。真っ赤かだけど、恐怖を感じないんですよね。普通にいただきます。やっぱりエースコックに比べると、ちょっと遠慮してるかな。でもネット上はこれが一番辛いんだけどね。つまり私はカップラーメンの激辛は卒業ってことですね、これね。前の投稿した、何ですか、あれ、なんだっけ、名前忘れたけど、旨辛麺、辛さマックス、あれに激辛注意スパイスを麺に直接かけて食べて、あれは悶絶しましたけど、でもあれ本来スープに入れるもんだもんね。ということは、こうで、スープに激辛オイルを入れて食べて、これが皆さん一番辛いっておっしゃるんですよね。じゃあもうカップ麺は卒業ですね。辛いの、これ。っていう感じで、もうスープも全然、ああ、味覚異常かもしれないですね。もうごくごく飲みますよ。辛いんですけど、普通、これが普通になっちゃって。やっぱりラーメン屋さんで作る、激辛っていうのを食べないとダメなんでしょうね。まあ、カップラーメンは保存きくように作ってますからね。で、まあ、これが一番辛いっていうんであれば、スープがね、スープが全部飲めれば、カップラーメンの激辛は、卒業ということで、実際の、福島県郡山近辺になっちゃうんですよね。あんなに遠く行けないね。で、辛いラーメンをちょっと探してみようと思います。飲めるかな？飲めますね。美味しいもんな。多分これ辛いっつってギブアップした人は、私はきっとおバカに見えるでしょうね。でもやっぱり人の味覚ってそれぞれ違いますからね。なんかアマゾンの箱もいっぱいありますよね。孫の、運動会の準備でいろいろこう 購入したものですから、まあ、ちょっと
通販便利だけど段ボールを解体するのがめんどくさくて週末になっちゃうんですよね。ちょっとご積みが重なってますけど、まあ、まあ気にしないけど、辛いんだけど、普通に飲めちゃうんだよな。辛いのは中性脂肪入ってても燃やすからいいかなと思うんだけど、多分素人考えなんだろうな。カップラーメンの数倍の金額の中性脂肪の薬を処方されるんでしょうね、そしたらちょっと控えたいと思います。まあお金以前にね、体はやっぱり健康を保たなきゃならないんですからね。まあそう言いながらこれが非常に食後に美味しいんですよ。なんだマジわかんねえんだよな、自分も最近もっとわかんないですよね。まあでもね、まあ中高年いろいろ問題を起こす人多いけど、まあそれに比べればね、女の子って中性脂肪を気にしてるぐらいならまだ許容範囲だと私は思いますね。今日からですね、保存先をマイクロ SD にしたので、もうノーカットでお見せしていきます。はい、 128GB のマイクロ SD に保存されますので、ノーカットでお見せしていきます。最後空のカップを見せますからね。ああ美味しいな。逆に辛くないカップラーメンは食べる意味がなくなってきましたね。カプサシンが入ってないと脂肪燃焼されないわけだから、全部体についちゃうんでしょ。ダメですね、カプサイシン入ってない。ということで、空っぽ食べました。本当にこれが一番辛いカップラーメンなのかな。なんか物足りないな。ということで、カップラーメン激辛シリーズは、まあこれでもう卒業ということでね。あとは、友達に聞いて、じゃあお前あれ食ってみるの、カレーぞという。そうですね、ラーメンに限らず、まあカレー屋さんでもね、なんか昔は50倍辛いとか100倍辛いとか通り山でもあったんですよね。まあその辺またまあチャレンジして、あ、ダメだと思ったらもう無理せずギブしますけども、今のところこのレベルは楽勝っていうような体で、御年53歳、まあ超いいねが結構入ってるんですけど、ということは逆に言うと50になるとみんな食えないんでしょうね。まあ、親に感謝ですね。こういうの食べてもなんでもない、消化器を持てたということは、はい、ということで、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、ありがとうございます。私は辛いものを食べても大丈夫な体で、子供と孫
お、うん、まあ養ってるって言ったらちょっと偉そうだけど、まあ一緒に楽しく過ごせるだけの、うん、生活を送ることができます。ありがとうございます。それではご視聴ありがとうございました。この辺が来ると酔っ払ってるのわかるな。